really strong. めっちゃ強い。車が動いてまいようもん、もう。It's like part of the bus. うん。Yeah.ただいまなんですけど、この横をちょっと防水とか飛び石とかの加工をしたいんで、プレダンをサイズに切ったやつをこの横に貼ろうかなと思います。そうすることによって室外機に飛び交うホコリとか飛び石とかをプロテクトできることを望みます。めっちゃ疲れてますけど、今日。何？食べやがる。大丈夫。Today I drank coffee. おー、禁断のコーヒー解禁してしまいましたか。 Yeah, I gave up coffee, but today I drank one, but it didn't work. ダメですよ。おっきい。ということで、このエアコンの外気の枠ができました。これで、finally, all flat. Oh, so what happened to the corner?あ、コーナー前からです。 You hungry? Hungry! I ate it a little bit here. Okay? Okay, ということで今から運命の瞬間でございます。さて、すっぽり入るのでしょうか。これビッグモーメントですよ。ビッグモーメント。ギャンブルの気分ですよ、ルースさん。やばい。 You win or lost? Okay, let's try. Does it fit?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  Win? おお、イエーイ、完璧ですよ。完璧。おー、すごい。よし、ということでようやく床が全部できました。室内機終わりました。室外機です。室内機、室内機まだですよ。室内機よ。内機まだですよ。まあ今からなんですけど、室外機こう床もできたんで、ちゃんとここにボックスを作ってあげたいなと思います。それから、室内機売って終わりです。 OK。 ブリーディング。You're bleeding. What happened? You're too genki. What happened? You're a vampire. Would you like? Okay, my favorite drink. Usa quit alcohol and start drinking bro. なんですけど、室外機のカバーに防振剤、防振防音剤を貼ってる感じです。まあ、室外機動いたらちょっとうるさいと思うんで、防振防音剤を貼ることによって音を吸収してくれるかなと思っております。あ、それ大丈夫ですか。You're tidying up your dirty socks so people don't see them for the video. No, that's exactly what you're doing.皆さんこんにちは。今なんですけど、見てください。こんな感じで室外機ちゃんがこんな感じで隠れちゃいました。ということで、まあ、これからね、この辺にキャビネットが来たり、この辺にバッテリーの、部屋が来たりっていろいろあるんですけど、まあ、とりあえずこんな感じで、室外機ちゃんを隠しております。で、今日なんですけど、室内機ちゃんが来ちゃいます、この辺にね。まあ室内機ちゃんなんですけど、もう友達にプロがおるんで、もうそこまで頑張らんでいいかということで、ちょっと友達に来てもってやってもらいたいなと思います。まあもちろんやり方とかは、これから動画撮っていくんですけど、みたいな感じですかね。 I wish I could have a friend, all friend build a camping car. And you have the girlfriend that's been building the camping car. I've been building like cutting wood, plumbing, cables. I made a roof rack.おー、いいね、ルーさん。ルーさん、いつももうイラついて、スローアウェイばっかりじゃないですか。ね。To be honest, Shota only pretends like he's working with the camera. 実はルーさんがやってた。No, I do most of the work, to be honest. その通りです。OK、ということでやっていきます。OK。さて、皆さん、来ましたよ。こやつがね、もうプロなんで、このエアコン取り付けてもらおうと思っております。お願いします、師匠。今日はお願いします。バンパー翔太です。バンパー翔太です。ちゃうよ。お願いしますよ。これ何回かこの YouTube ちょっと載ってくれとんですけど、まあ今回ガッツリ入るということで、お願いします。お願いします。はい。プロなんで、もうほんまもう手際いいですよ、これ。
まあ、今日はちょっと自分じゃなくて翔太さんにちょっとつけてもらおうかなと思うので。あ、マジですか。はい、それはちょっとよろしくお願いします。わかりました。でね、これ東芝なんですけど、東芝どうですかこれ。まあプロ的にどこのメーカーが一番いいんですか。まあ、一番エアコンでつきやすい言ったらダイキンかなとは思います。質的にも、質的にも、まあ、おすすめは、おすすめは、まあ、僕らは今回そのキャンピングカーということで、限られた場所、限られた室外機つけなあかんということで東芝にしました。とりあえずエアコンの師匠さんがビス言ってくれるということで、ちょっと行ってきたいなと思います。やばい。やばい、ほんまに。あ、投げせんでいいんすか。せんでいいんすか、せんでいいんすか、これ。2割。あ、これが来るんか。そう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 。これがこう来て、今度ここで、もう一回ビスポンポン、はめれるように。うん、何箇所打つの、これは。別にもうこれ、端。まあ、真ん中、うん、端。なるほど。こう、こう。結構強いな。うん。強いな。うん。まあ、エアコン自体、配管がここを通っていくわけ。そうやね。うん、から、この時はこの配管を外に出してあげるけど、絶対当たるから、これをこのここ、カット。あ、ハサミで切れるんや。そうそう、動かしてくるから。なるほど。そうそう、もうこれだけ。オッケー。で、これ、これと配管。あ、これが配管通るらしいです。配管のここにこう入って、これとこれがつながる。ああ、なるほど。こことここがつながる感じ。そう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 。これ中に入っとったら壊れてますから。おー、ちょっと、おー、全然違うね。うん、オープン、このこれ黒いやつ、これ、これを配管ドンと当たるまで、で次これをロックして、ギュッと締めたらこれがロックされて取れへん、ああなるほど、なって、次これで、これが、これでこうちょっと前に行って、これがラップ、これで何するん、これで今からラッパ状に作る。あんまり聞いたことないけど、分からんぐらいだけど。あ、なるほど。だから完成したのがこういう状況。これない人どなしてん、ない人は手動のやつ、このそれがこの、この手動のやつでも作れる。あー、なるほど。そう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 。だから例えばコーナーとか行ったら、もともと作ってあるやつの塔からそれを買うか。うーん、なるほど。で、この場合は結局に手動やったらセッティングして、へえ、締め込んで、で、こう、なるほど。うん、このラッパ状になるとこう抜けんようにってことやろ。と、ここに 面にちゃんとくっつく。ここにちゃんと合うようにみたいな。そっから、まあ、これは一応作りました。なるほど。で、次、はい、まあ、配線か。配線入れると、ここ見える。はいはいはい、ここに通して、こう刺して、で、これ刺すらしいです。そう、その穴が出る。穴に入れる。で、これどこに繋がるの。これが、室外機。あ、室外機に繋がるね。はい、あ、ドレーンね。これがドレーンだ。排水ね。排水、はい、これが芯やけど、これが前だ。断熱材。はいはいはい、そっちらしせえへんや。なるほど。する細い方を刺して、刺して、これで、どれも完了。オッケー、オッケー。ただ今からということで、ごっつい、もう武器ですよ、これ。あ、投げやす。やばい、それ、ノースコリアンミサイル。ノースコリアンミサイルですよ、これ。北朝鮮のミサイルみたいな。これは、便利そうやな。おぉ、よっしゃ、行った。オッケー、行った。お疲れ様です。ありがとうございます。ということで、ここビッグモーメントですよ。かける、どんな感じになるかっていうのは見えますよね、キャンピングカーで。よし、こんな感じです。どうですか、ルースさん。おお、大きいですね。大きいね、やっぱりエアコンは。
こんな感じです。全然景色も見れる感じになっております。そうですか。このサイズなかなかないね。なかなか、まあまあ探し出したら20このサイズ25は何個かメーカーも作っとうけど、うん、室内機が。なるほど、うん、大抵室内機がちっちゃかった室内機大きいパターン多いよ。もうあるなあ。水の勾配がこう下ってこないと、エアコンから水が漏れてくるみたいな感じになるらしいんで、僕は絶対こう水の勾配をつけとかないといけないらしいです。ということで今回はこの後あのエアコンからこれがもう最高でいけるなんですかね、アングルっていうかこんな感じです。上で見たときは2つやったけど、それが分かれるってことか。あ、そうですね。なるほど。細い方と太い方に。いつの間にか師匠何してるんですか、上のこと。全然仕事してないですか。仕事せえへんから。全然仕事してくれへん。配管を室外機に繋げて、繋げて、なんかこの奇妙なボックス、これがちょっとあれね、何なんですかあれは。あれはガスを入れるんですか、抜くんですか。いや、配管を真空状態にする。あ、真空状態にする機械らしいです。これ何分ぐらい待つんですか、大体。今から10分ぐらい、これで持ち出して真空するらしいです。これせんかったら壊れてまう。エアコン機械、エアコン機械。うん、プレイヤーさん見てください、これがプロのパテ作りらしいですよ。プロしかできん。ダメだね、揺れたの。で、ここからちょっと長を差してもらって、はいはいはい、で、また端っこの方もちょっと細めに、細めに。なるほど、これでこれがプロのパテ作りで、これがプロのパテ作りでございます。プロのパテ作りでございます。いや、おー、めっちゃ寒い。ほんまに夏の日完璧。おお、これで今ちょっと臭い。16度、うん、臭い。最初、最初なんであの、本体。でも、すごい。あ、涼しいです。めっちゃ嬉しい、ありがとう。すごい、ここまで涼しい風来てますわ。いや、これでルーさん大嫌いな日本の夏も余裕ですね。絶対できる、うん、今年暖房もいくんや、これ見てください。暖房も除湿もいける、ちょっと暖房してます。一応 JP ヒーターあるんですけど、暖房も一応一応できるか。温度を30ぐらいしなあかんか。マックスで1回ちょっと今1回冷房で回したからちょっと時間かかるけど OK、 30でやってみます。わー、すごい、めっちゃぬくい。あ、俺12月、うん、めっちゃ寒いになりますね。うん、そう、バスの中仕事をしてるとき、多分ヒーターできる。これで作業できるね。うん、めっちゃいい。めっちゃ向くいです。まあ、このサイズが一番小さくて、消費電力も、定格消費電力が 530W、結構少ない。で、6畳用。で、暖房の時は、445W を使うみたいな。まあ、暖房は JP ヒーターがあるんで、あんまり使わないと思うんですけど、エアコンで使うっていう感じです。まあ一つでつけてみたんですけど、いきますよ。 OK、 暖房にします。これ見てください皆さん、これがすごいここまで下がりますっていうことで、僕たちこの後キャビネットこう作ろうと思ってたんですけど、ちょっとなんか考えなあかん。これ開くから。何する、わからない。めっちゃ長い、めっちゃ長い、これのせいで。ねえ、早く多分変ってどうも。いえいえ、それはないやろ。もうつけてもどんどんに
で、まあ、上もちょっとなんですかね、エアが入るように隙間がないといけないということで、まあ、これからキャビネット作るもちょっと考えながらせなあかんね。どうですか、うん、はい、そうですね。そう、今キャビネットデザイン、キャビネットデザインちょっとせなあかんね。